グランツーリスモの世界チャンピオンの愛車紹介ってなかなかなくないですか。なかなかない。確かに。宮本さん、なんでインプレッサなんですか。超高級ホイール。さすが、やっぱドライバーさん。怖い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 、やめてもう。全然来ない。車の話、出張坂本店のコーナーです。イエーイ、始まりました。群裁からお届けしていきたいと思います。ラッチ、はい、ラッチ懲りないね。またインプレッサーだったの。はい、そうなんですよ。このインプレッサー、私の今回愛車紹介コーナーにさせていただきたいんですけど、っていうのはまあ冗談なんですけど、見てくださいこれ。で、私インプレッサー乗ってるんですけど、うん、涙目なんですけど、こちらは高めと言われる、そうですね、はい、はい、ライトなので、実はこれ私のじゃないんですよ。誰の車だと思います。はい、いやもうね、知ってますよ。知ってます。だってこの車買うときにめちゃくちゃ俺相談の電話かかってきましたからね。じゃあほぼ決めたの山田さん。だってこれネクステージかなんかで多分買ってると思うんですけど、ネクステージに行きながら俺に電話かかってきて、はいはい、この車で大丈夫ですかと、知らねえよみたいな、俺見てないんだからさみたいな話。一緒にじゃあカーセンサーとかいろいろあさって。そうだ、カーセンサーとかね、あさってたわけですよ。はい、というわけですね、そんな車のオーナーをご紹介したいと思います。宮田の拓磨さんです。はい、お願いします。はい、ドライバーさんだ。経緯とかね、でもいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど。聞いていきたいんですけど、でもロアチ考えてください、はい、グランツーリスモの世界チャンピオンの愛車紹介ってなかなかなくないですか。なかなかない。確かにちょっと忘れてました、マジ君、うん、いつもさ、画面の中で俺らやってるじゃない、はい、そうですね。実車で、うん、実車、そういう人が実車って実際なんかどういう車乗ってるんだろうって確かに気にはみんな多分なってると思うんですけど。というわけで、まあ、そんなね、宮園さんの愛車のインプレッサーね、今日 GDB これ F 型かな。はい、F 型です。はい、F 型をご紹介していきたいと思うんですけれども、ちなみに、はい、宮園さん、なんでインプレッサーなんですか。やっぱね、子供の時にずっとあの WRC 見てて。ラリーですね。そう、で、僕が見てた時にペター・ソルビルグっていうね、かっこいい選手がいたんですよ、はい、それに憧れて、うん、インプレッサーが好きになり、これを買いました、うん、はい。ラリー、私、同い年だったんですけど、発覚したんですけど、うん、これぐらい世代の時ってやっぱ、まあね、イメージ、本当にエボーカー、こう日本車だとインプ、そうそう、インプがあっての憧れがあって、うん、で、私たちもインプレッサーの方で、はい。いや、僕はまあどっち派でもなかったわけですけれども。でもちなみにこれはなんで高めのインプにしたんですか。ね、ラリーで活躍してたのは実は涙目がね一番強かったんですけど、うん、僕の中ではデザインは一番この方が好きなんですよ、はいはい、なのでこれ選びました。だからこれも2005年式2005年ですね、これ。だからもうこれほぼ20年前なんですよ。20年前って考えると時の流れって恐ろしいですよね。怖いですね、はい、もう24になりましたからね。そうなんですよ、私24で、私も2004全然言っていいですか。あ、全然大丈夫ですよ。2004年式のインプレッサー乗ってるんで、ほぼほぼ車と年が変わらないっていう、うんうん、で31歳ともうすぐ今年でね、はい、先輩ですね、はい、うるせえよ。はい、というわけで、ちなみにこれでも買ってからそれなりに時間経ってるじゃないですか、はい、実は購入したのが大学4年生の時で、ほぼ丸3年ですね。もうでこれはもう何万キロぐらい、今10万5000ぐらいですね。おお、じゃあタイベル交換とかいろいろもうやりました。おお、はい、さすが。やりました。というわけでね、まあいろんなとこ見ていきましょうよ。はい。はい、でね、僕がね、気になったのは、ロアチ見てこれ。はい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 。ホイールですか？ここぐらいだから入ってるんですか？超高級ホイール。さすが、やっぱドライバーさん。うん、ホイールはもう本当に、はい、これ BBS さんの RIA なんですけど、はいはい、これに本当にもしたくて、うん、東洋タイヤに就職をした。うん、最初のボーナスでこれを買いました、うん、いいですね、はい、インプレッサって確かになんかホイールつけるの DBS って多いじゃないですか、うん、でも結構よく見るのってブロンズカラーのホイール多いと思うんですけど、うん、なんであえてこの色にしたんですか。あのとある YouTuber さんのですね、はいはい、あの装着動画を見た時に、うん、あのこの色が一番かっこよかった。桃井裕さんですね。はい、そうです、はい、言っちゃった、はいはい、まあ、桃井裕さんのね、愛車を前に紹介させてもらいましたからですね。さすが愛車精神あふれてます、はい、もちろん、ね、タイヤはね。ちゃんと購入しましたから。しかもこれさ、新しいやつじゃん、はい、プロケススポーツ2って。はい、これね、あの去年の2023年の2月に発売されたばかりの、まだ新しいタイヤなんですけど、はい、はい。これはサーキット向けのタイヤではなく、サーキット向けではなくて、あのどちらかというとこう一般道向け、重視のタイヤではあるんですけど、はいはい、その中でも、よりあのワイディングとかを楽しまれる方向けの、うん、あのそういったタイヤになってます、うん、はい、だって定番のやっぱりこう樹脂物の塗装ってやっぱやられるんですけど、私の車も結構もうはけちゃってるんで、そこら辺がウイングとか結構やられがちですけど、でもね全然綺麗だ、ま、だ何もまだクリアハゲも何も来てないもん、うん、まだ1回しかない、これは綺麗、うん、さあまたこれ純正でしょ、マフラーもみんないじっちゃうからさ。そう、私もそうなんですけど、まず最初やっぱマフラーね変えちゃうんですけど、うん、お金がなくて、お金がなくて、はい、こだわりがあったわけじゃなくて、純正でもいいじゃないですか。
本当タイヤとホイールだと車庫調ぐらいですね、うん、っていうの車庫調はどこの車庫調？車庫調はブリッツさんです。あブリッツなんだ、はい、そうっていうのは、はい、いいのが本当だ変わってる純粋やっぱラリーが好きっていうだけありますね、はい、プロドライブのステアリング、はい、でもこれちっちゃいよねこれ何パイこれ何パイ何パイでしたかね。そうでしょでもやっぱちっちゃいちょっと純正の方が大きかったんでちっちゃくしたいなと32?32 よりもちっちゃく見えるそれぐらいやと思うんですけどね、はい、であとねラフィックスがねついてますね。はい買ってしまいました、はい、私もついてます。ここもカチャッと取るのが、ね、かっこいいなって思って、ね、内装もね気になり始めた人も言っちゃったんですけど見てくださいこれ3連メーターついてる結構スバル車乗りあるあるのディフィーの3連だね。ちょっと座ってみてもいい？どうぞ。シートは純正でもう全部純正です。あいいねシート、うん、虫がスバルのね純正シートもねホールド感があってあシフトもグラグラしない全然ちゃんとまた部品変えたんですよ。あ変えたんだ。ちゃんと本当に前乗ってもらった時めっちゃグラグラしながらそうやっぱりねこれねグラグラするんですよ。これ本当にびっくりするぐらいグラグラする車って牧場車ですよ。だってさ内装もさ全然綺麗だしベタつきとかも全然ないしさ割れてもないこれじゃ将来高値で買ってくれるかもしれないですこれねヤマルさんこのまま買い取ってもらって、はい、んあの5年後ぐらいでしょ高値で買い取ってもらってこのままね綺麗に乗ってもらうんで売っちゃダメだよ、はい、これはちょっと生涯置いておきたい、うん、インプレッサ乗りってそうなんですよね、うん、本当に僕はもう売れないですもん。何台買ってもやっぱりこのインプレッサって愛着湧いちゃうんで、うん、いやちょっとね気になるからボンネットの中も見ちゃうかな、はい、エンジンルームチェック。でもエンジンルームも特にいじってはでもエンジンルームめちゃめちゃ綺麗ですよ山田さん。このまあまあもちろん10万キロ走ってるからね、うん、っていうのはあるかもしれないけど、いやでもね2005年の車でこれならね綺麗綺麗綺麗タイビールちゃんと交換済みなんですよね、うん、しっかり。なんか次エンジンルームどっかいじりたいとかあるんですか？いやもう調整でいいかなっていうのはちょっとあって、あんまりこれでサーキット走りたいとか全然ないんで、大事に街乗りと普段使いで、うんはい、ちょっと綺麗なのを壊さないように乗れていければなっていうのは、はい、あります。純正の方がね結構価値がねあったりしますから ね今ノーマルのね価値は今高いですから、うん、下手にいじくり回さない方が絶対いいと思いますよはい、というわけでね見てきたわけなんですけどね、やっぱり宮園さんでも車は乗ってなんぼじゃないですか。まあそうですね。ちょっとせっかく軍祭に来たから一周しません？あ僕乗れるんですか軍祭？せっかくね、関西から来てお願いします、はい、結構かかったです7時間かかったんですよ。これのために来ていただいてるんで、はいはい、はるばる関西からお越しの宮園さんです。遠かったですもん、はい、というわけでね、じゃあこの後は宮園さんのインプレッサーがどれほど極上かをですねチェックしていきたいと思います。改造車買取専門店改造車買取本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎お手軽スマホ査定なら最短5分改造車買取本舗で検索。じゃあ世界チャンピオンの愛車を今から乗りたいと思います。あーいいねこの加速でも今全開じゃないからね。うわー楽しい結構急ですね。いや怖い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 やめてもう。めちゃくちゃギャップありますねこの辺。意外とギャップあるでしょこれ。危ないわなんか急急言ってる。苔が生えてるからちゃんと幅は使い切ると特に外側に荷重が乗ってるところで苔、うん、に乗ると滑っても終わり。あんまり幅使い切らないほうがいいですね。そうだ特に内側はまだいいけど外側で苔乗ったらもうそのまま滑っちゃう、うん、早いねこれ。280馬力ぐらいですか？うん、280だよねこれ。あれここ開けてましたっけ？そう、ここね開けたの。景色が全然違う。でここがよくあるフィニッシュポイントで、ここでやるウィナーみたいな感じで、ギャップチェックポイントここで。あるある。うわ。後ろの席ミキサーになってますよ。こっちはちょっとセミバケっぽくていいかもしれないですけど。じゃあ次は宮園が軍祭を体験する。今ので跳ねるポイント分かったでしょ。うん、さあというわけで、はい、宮園拓磨さんがついに初めて軍祭を走行します。はい、まあ、安全運転で行くので。安全運転っていう割には早速飛ばしてますよ。出てますよ。まあ、愛車だからね自分の車はよく分かってる。だここは別に普通に行っていい。だ意外とね奥がきついでしょ。だからガードレールがめっちゃ新しいんだよみんな。あそりゃ気をつけて。はいじゃあ一回
の、はい、おー、最高だからここがみんなが知ってるよくある群祭おーで、こっからがあれですねこっから先が後半だから高速セクションこの辺はあ危ないですよね、こうやって走るとここね、途中でアクセル抜くとふわって抜けてそのままケツ流れるから危ないこの辺もなんか見たことある気がするな、うん、まあ、ね、走ってる時はあったからね次ヘアピンねああ全然来ないなんかこれがね、なんか昔ながらのドッカンターボみたいなねあ、もういいどうですか、宮園さん、初めての分際は怖い怖いめちゃくちゃ怖いです、ね、怖いって言われには飛ばしましたけどね私からも言いたいんですけど全然初めての運転じゃないですっていや、まあ、隣に先生いるからまあ結構怖いですかおじけず踏めた感じですかまあ先生のおじけかな、ね、でも楽しいっちゃ楽しい、ね、うん楽しい楽しいいや今乗ってきましたけどはいいいねほんまですか、うんほんまにさ、20年前の車じゃん、はいはい、だからさ、やっぱり多少気になるところあるかなと思ったんだけどないね、全然ねないですかそうあ、よかったですそうスバルですからねあとさ、やっぱ、うん、早いよねやっぱインプレス早いんですよ、本当に、はい、やっぱあの、物感ターボがいいんですようん、うん、本当にね、なんか本当にブースト立ち上がり始めた時の加速感、うん、そうそう、こうなるじゃないですかそう、なんかスペック以上のものをなんか感じる、ねうん、そう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 でもそれでも安定性もあるしそう本当に4駆だからねそうなんです、うんいいの乗ってんじゃんありがとうございますいい車ですよ、はい、本当に、はい、というわけで宮園拓磨さんの愛車インプレッサの WRX-STI、はいはい、高めを紹介させていただきました、はい、ちゃんとありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、バイバイお知らせがありますこの度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集していますモータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちらそうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うんまあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということではいそうですねあの、はい、本当にねあの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはねあのテリー氏の車の話という、ねそうですね、番組にもねあのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところでここでしかできない経験皆さんありますのでぜひねあの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレスお、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もねあの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあそうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください特に今年はですねチャンピオン取りますからね皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎お手軽スマホ査定なら最短5分改造車買取本舗で検索車のことならアヘッドモーターサービスあなただけのこだわり車の競技カスタムチューニング新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービス車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。